準選手のオリジンアワーの時間、イいビンや、木曜日ビルエビクと予選あー、グスーヨウニゲーサビラウ、18時から、えー、約、えー、7時間半ですかね、えー、ちょっと、委託をしていきたいと思いますけども、うん、ね7時間半ということでございますけども、2>, 2時間しゃべって、あとの5時間半は、えー、皆さん、えー、 楽しんでください。どういうことやな。<laughs> 適当すぎるでしょ。ということでね。でて今日は素敵なゲストが来られております。い素敵言うてももう一生ですから。はい、えー、この方でございます。メガネの男。 メガネのことについてであれば何でも聞いてください。あの皆さんこの夏場にですねちょっと暑くなって気温でメガネが曇るときってありませんかそういうときはですね一つ方法がありまして曇りを取る方法がつば、えー、をつけるという方法なんです、ね。つばをつける、えー、メガネのレンズにつばをカーペイとつけると曇りがすごい取れるんですけど私のメガネにすっげえくさ センスはいセンスつばでメガネの男の登場でございましたいやもう頑張った方だと思いますよすごいね今のはねも頑張った方だと思います今日アニゾウさん来てるんではいもちろんアニゾウさんがずっと見守ってくれてるんですからアええ今日もちょっと長めでやろうかなと思いますモノを素晴らしい頑張った方だと思いますよはいはい水中メガネの場合はつばつけると雲より本当に取れるんですか あ、んに取れるんですかおすごいすごいすごい水中メガネの男だったらじゃあ奇跡的に当てたんすね俺、うん、あーもしかしたらダウンじゃない <laughs> すごいねー当てちゃったよじゃあ,あ兄知識だね <laughs> 姉蔵さんの知識、姉知識。うん、ありがとうございます。いつも助かってます。はい。さて、いや、そばしょうですよ。何言ってんすか。あ、そっか、そっか。そばしょうです。そばしょうでしたね。はい。あ、今日も晴れてますね。いや、まあ、まあ雨降ってるよね。雨降って今止んだとこだよあの、十一時過ぎたあたりぐらいから、パラナイオ太田には。そうですね。あの、朝、朝は別にいいじゃなかったんね。こま、小麦やって。もう、ちら、よんだ後。ちらほら、ちらほら、パラパラ。パラナイア。 11時過ぎてからバラネババババソクトゥよ台風の兆がやいつむゥヨ。最近台風が来るタイミングが多いから。ねえ。読めないっすもんね。最近の来た台風もまたなんかそれてったけど、死にすごい曲がり方しとったじゃないですか。どんな感じで沖縄に向けて行ったものを急に沖縄から東京向けにそれったんです。東京向けに。ああ、なるほど。東京はあたりから急にまた。 ガクンって曲がりだってりたんでえー、ガクンガクンしてた台風育館、ね、すごいねこんな台風聞いたことないよすごいカーブしてうんそうまあねちょっと台風とかもまあ今最近流行ってますけどもはいはい農業家の方は皆さんね体調管理もね体調管理もそうですけどもうん最近あのライブありましてね何の あのオリジンお笑いライブえあなたも出たでしょえじゃないオリジンお笑いライブはいはいありましたねありがとうございますに増えてビルはい純正じゃなんか今回はグッドモーニングのギーマーをえじゃあなたが一応話ってんでしょあなたが借りたんですよああ ギーマーと。ギーマーと。はいはい。ね、やってましたけども。やってましたね。うん。見てて面白かったですよ。なにそれ。反省会の話。反省会で自分なんかのネタ見た時の感想ってこと。まあ、あの、ギーマーと一緒にやったなんか工事現場のネタね。ね、やったんだけど。本当に。初めてだったか、ギーマーと。そう。の、俺ちょっと、まあ、なんか。俺。 なななんか俺おお呼ばれしててないなと思っそばょうと一緒にやってもいいんだけどやってもいいっていう立場でもないし俺はやってくれるんだったらありがたいよ。 いやいやもう全然あの準選手サイドからオファーが来たら僕全然できます、うん、ギーマーよりちょもうちょいいけたかな <laughs> 俺だったらーーっまあまあまあでも面白かったですけど彼も彼なりに頑張ってたと思うんですけどね <laughs>、うん、ギーマー圧倒されてたさ <laughs> 意味がわからなくなってたよ <laughs> あれだから練習と俺本番舞台に立ったら言葉も増やしたりとか削ったりするからその何お客さん の反応とか伺ってうん、うん、だからまあ焦るなよってことは言ったことかねだから本,番前本番前に出番前ぐらいに純選手がギーマーに「うん、ギーマーもテンションテンション上げてっけよ、うん、絶対テンション上げるよ」っつって「<laughs> 俺たまにアドリブとか入れるからよ」りましたっっ。<laughs> で始まってね <laughs> 結構純選手テンション高めにね パワ,ーパワーでセリフばーって言ってたんですけど、うん、ギーマーがもうちょい負け <laughs> 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 ちょい負けしてたんですよ客観的にだ,だからなんかプレッシャーがあったのかないやでも怖かったと思えばそれはそうでしょう<ー>それはそう,う、ね、俺が例えば潤選手と組んでもプレッシャーありますよそれはあーワンもネタ役言うん、ね、であでもしギーマーが少しね失敗したとしても大丈夫ワンがあの、はい、とにかく任せて俺のネタだから、うん、もうついて 来るっていうよりはおもう俺にむちゃぶられてもういいから、はい、もう気楽にリラックスはせんじゃ、はい、浴びてるばよ。あそこと本番になってから舞台のわびうんじ、はい、わわわそうせん、はい、あとあれ、ね、本当にセリフどころか意味がわからんくなってた <laughs> 後半とかねなんかね、うん、変なアド,アドリブとか挟んで。 だからなんかこ,っちこっちに行っとくんじゃないこっちじゃないこっちへみたいな,なんかギーマを動かしたりとかした時にちょっとびっくりしてたからよでまたあれチャック開けてから舞台立ってたからよ <laughs> あれ本当に開けてたんですか、うん、開けとうたんあそうなんだあれズボンはーうエンバーあれ自体あれ自体がアドリブだと思ったなああそア,アドリブエンバーあれあーそういうことですねあなるほどそういうことにしとこういやまあ次回はね、うん、あのー、僕いるんで 一回そばしょうと舞台に立ったときに結構滑ったからな <laughs>、うん、いやいや何のネタですか俺全然滑った記憶一切ないですよメガネのネタやって芸人やってて滑った記憶一切ない <laughs> 今までの私がみライブで一緒に、はいまあ、エモヤンと終わったみっちゃんにスタジオや、はい、やりましたねうんあのうちなあの浮き通達成を受けてますよ、うん、あれ しがライブで僕とジュン選手で2人でやったコントですよね。うん。うやってかわかんな迷子の子どいと家通りであの…ただ歩いてるだけの細いやつ。やってたじゃないですか。うん。俺はわらとたしちゃくさの。あしがあの、気象点結の時にメガネ屋のコントしたした。 <laughs> メガネあのメ CM の,の、うん、まあはっきり言うかはっきり面接のやつですかやさやさやさ <laughs> オンデーズさんのメガネ CM あれあれ滑ってました小刻みインディアン界ムルトラティアーみたいなのあの自虐ネタね<笑><笑>そう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 ,そう純選手がなんで小刻みインディアンダバーみたいななんていう <CM> そうそうそう お客さん、真に受けてしまってね、はい。ああ。感情が相当あらわにしてるみたいな。ああ。本当にちょっと、純選手、何持ってんだろうな。って思っちゃったんですかね。だから逆に、復帰、何、何、うん、これを。笑いに変えようと思って、ネタやったわけさん、はい。ああ<ー>。あ<で>いやいやいや、まあ、俺は受けた、じゃないかなと思ったんですけどね、あの時。僕もいたんで、一緒に。だから、じゃないか。 あ、全部俺のせいってことですかせ？せい、せいにはしたくないんだけど、うん、まあギーマーだったらよかったかな。<laughs> 俺のせいやし。<laughs> でも僕らも、うん、あの今月ネタ、うんえー、で、うん、ちょっとお客さんね、各々自分が読んだお客さんとかいらっしゃるじゃないですか？おおおお、おおおう待、ん、に。で、えー、僕の知り合いのお客さんまちらほら何席はどこに座ってるか見れなかったんですよ。はいはいはい。 僕らとことっこい今回コントやったんですけどコントで何て言いますか設定が弟とお姉ちゃんがいて弟がお姉ちゃんにジャニーズに面接この履歴書を送ってっていうコントプーキーが僕がお姉ちゃん役で履歴書を送って送るかやっていうコントなんですけどその中でプーキーがボケとしてうちわを持っててうちわを作ったんかい <で>は,いはいはい。でうちわの名前が書かれてて「<に>流星」っていう名前が書かれて,てんす、うん、あんた流星じゃなくて「ゴンゾっていう名前でしょ、うん、って言って、えー、このプーキーが「いやしーしーしーそれはあの名前かっこよくしたいから」っていうことで「これは家族だけの話うちわだけにして内緒にして」っていうふりがあって「うちわだけにね」って。 で「しょうもなせようや」で俺が突っ込むっていうセットのくだりがあったんですけどこの時にうちわだけの話にしてってブッキーが振りを行った瞬間に僕らの右斜めの方から女性のお客さんが「うちわだけに」って言うんじゃない うちわだけにねって言うんじゃない <laughs> これこれ聞いててこれ聞いててみたいなこれめっちゃ聞こえるんですようちわだけにって言うんじゃない <laughs> ってでプーキーも俺も聞こえてるから <laughs> 俺もプーキー発信だからプーキーなんて言うんかなつってプーキーが <laughs>、うん うちわだけにって言おうしたらその女のお客さんが「ほらほらうちわだけにね」って言うって <laughs> だから武器が「そう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 」って指さしてお客さんに言おうたんですよでこれで「いやバレてるやしやお客さんに」って僕は突っ込んで、まあ、それは終わったんですよ <laughs> はいはい、はい、でネタ終わっていやもうクソバレてたなと <laughs> くだまあまあ一応バレるかっていう感どい人とかねまああんぐらも分かかいのことでも気づくか いやもうう気気づづくく人は気づくでしょうねすごいな。でまあまあそれがあって逆に盛り上がったんで、うん、あ逆にかったなるほったかなとたまにでもあるよねああこんなって言うんじゃない何々ってないやそう、うん、僕ら結構あるんですよ先に言われるパターンはいはいはいでそれがあって今,日今回もうちわだけにって言うんじゃないってバレてて<ー>バレてるやしってドーン受けたんですけどこの客開けの時に、うん え僕が読んだお客さんが差し入れ持ってきてくれてありがとうございます、うん、い面白かったっつってすごい深刻な顔してたんですよそのお客さんが、はい「はい、え本当に謝りたいごめんね」っつって「何がすか?」っつったら、うん「うん、私あのうちわだけにね」って言った女の人ですっつって <laughs> <が>やかや <laughs> 身内の客やし俺のなん <laughs> でバラしたんすかっ,って私 <laughs> がこれ別にねあの何 うん、その謝るでじゃないだからそ,その返しもまた芸人の技だからやあ割と奥とんであれかいすぐ「うちわだけにね」って言って「うん、<laughs> やっぱりな」で終わるよりは<う>スプーキーもとっさにそうそうそうっ「そうそうそう」ってだからそういう返しが使えるっていうのはまあすっとこが。 いやもう。逆にありがたかった。うん、でしょ。いや、ピンチをチャンスに変えるっていう言葉があるさね。う,う,うん、アニゾーさんがその言葉聞いたけど。<laughs> うん、俺も最近覚えたおくさ。<laughs> 急にアニゾーさん絡めてきてし。え、後ろにいたんですか。<laughs> あ、アニゾーさんのすぐ後ろで、うちわだけに寝るの <laughs>、えー。じゃあ。 オリジンのお客さんすすすごごいいいねくなやっぱもうお笑いレベルが強くなってると思いますよ。僕らは昔漫才でも歯医者さんっていう設定で僕は客でブ器キが歯医者の医者先生で「はいーい」って言うんですよブはいはい大体たい分かるじゃないですか。分かっても言う人もいるかもしれないですけど俺はもちろんボケだから分からんふりをしてるわけですよ。 はいたいって言われて、ああ、はいたい、うん、ええー、ちぐちゃん、はいたいああ、はいたいええー、ちぐちゃん、はいたいああ、そういうことっていうで、そこまで聞いたらばれる。そう、それあって、うん、はいたい一発目から、あハはいたいだ、はいた、うん、いだっておばさんが言ってるんです。<laughs> <laughs> あ、いいだだ、これ、でもプーキーうそのまま乗り切って「はいたい」「はいたい」「あ、そういうことほらね」って言ってますあそれはそうだよなうんこれすごいなあの言うはもう気持ち分かるわけよで例えばあの県産品の一番最後の日があったさ最終回最終回その時に俺見に行ったわけさで友力屋さんがコントしてたわけよ そうったことは一回、ユージさんが上手側に履けて道具持ってきて、はさみを大きいの、はい、大きいはさみ持ってきたらさ、はいわ、この瞬間から、あっ、はさみだ、はさみ用、はさみ用で、ひ一人ごと言ってしまった、<laughs> <で> <laughs> 本当にもうファンだ、そしてユージさんが、あこれな、はさみ用さって言った瞬間、ドッカーンってよったわけ、お<ー>笑いが。お<ー>で俺はもうドヤ顔 <laughs> 言ってたろ発想に言ってたら言う側も分かるやすさ気持ちがなるほど言って当てたクイズみたいな感じそう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 面白いもう当たったらなおさらよっしゃってなのにあ確かに嬉しいかもしれんそれはだから先に言ってあやっぱりなあ俺が言って俺でも考えきれたというかな何て言うんですかね一緒に当てきれたっていうのが嬉しいんでしょうね俺でもあれはあるよ子供がいてからはい テンブスででネタやってる時にもう終わってって言われたことある途中でコントの途中でネタそうそうそう子供がいてからもう終わってってそんなこと言われネタの途中でであの時に拾えばよかったやつだと思ってよコント中って一回解除するの難しいです解除した後に立て直すのデージ迷ったんだけどあの時に言えんかったのがまだ国に残ってる。 一体もうだ本当に何だったのかが分かんないんですね。単純にシンプルにあだから子供は正直さだから要するにこのうちな愚痴とか例えば使ってるさ意味は分からな、はいし、はい、子供はでもシンプルにネタ終わってっていう意味で言ったっていうだからうちの愚痴とからもう意味は分からんさだから子供は <laughs> だからもう終わってって感じだったんだ <laughs> 悲しいわ <laughs> 悲しいわだけどそこを拾いたいわけを<ー>本当はね何かこう子供 さんが、まあ、これはあんまり良くないかもしれんけど、うん、い泣いてたりとか、はい、まあ一応ねその場合はすいませんけどってか、うん、出てもらったりとかあるけどたまになんか子供もがうーんって泣いたりとかしたら、うん、これチャンスじゃない 逆にねあれチャンスピロンピロン下雑さんが結構多いですよねそういうので言うとラッキーーパタン下雑さんのネタの最中とか結構お子さんとかがねキャ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 笑ってなんか言ったりしてその時はもうすっごい助かってるって本人も言ってたんですじゃあ聞いてる皆さんあの子供連れてきてばんばん泣かしてください下雑の時だけ助かるからさあいろいろねツイキャスコメントも来ておりますありがとうございますちっちこと眠り姫さんこんばんはオリジナルは ありがとうございます。大阪のおばちゃんさん、お笑いカレー大好き、わらばーさんも来ておりますね。はい、はいえー。ありがとうございます。あ、うん、ひかるさんが来ております。そばしょうさん、潤選手、こんばんは。こんばんは、えー。山梨県リスナー、ひかるです。今日、ツイキャスで見てます。優しく。おお<ー>、そうですか。に増えてみありがとうござビ、まあ、えオ、ー。ユーストリームと、えー、ツイキャスの方でも配信してますので、はいうん、よろしくお願いします。うん、え、進撃のまこ,とさんまことさん。お、皆さん。 初見ですハイサイドおお、ありがたいですねありがとうございますあのだだだだえっと第100回の全国高等学校よはい沖縄のはいルンデが野球はいはいはい決まったんやあ決まりましたね高校よおー茨城茨城県代表のえーとつえと土浦日大土浦日大高校に 茨城上層学園とかそういうところじゃなかったですよね、常<あ>連校は。そ,そもそも分からん。俺よ。高校野球あ、分からんばい。うん、あせうちなんちあランサイヤーや。何でよや,、うん、いやそれで決まるんでしょ、うちなんちかどうか。あんたは、じゃああっちだね、奈良県だね。<laughs> なんで江森さんと一緒だなんで江森さん絡みにしたがるんですか渋谷選手ずっと。県の大喜利の時だいたい奈良県って言いますよね。あなた、江森さんいじりみたいな。いや、石ではないけど。県大喜利の時だから、パッと思いつくんだよな。沖縄の次に奈良県がよ。イメージがなんかある。だから江森さんいじりって、それ江森さんの奈良県だから。ただそ勘違いう 奈良県が言いいいやすすかもしれないですけどね大阪のおばちゃんさん沖縄でクラシックコンサートを聞いた時 <laughs> 赤ちゃん泣いてても出ていかなくてお客さんも怒らずに普通やったのが衝撃やったとあー<は>なるほどねあなんで <laughs> 怒る怒るあというかまあまあ、まあ、どうなのかなまあ他のお客さんとかもねいつもねお笑いだったら、うん、お笑いのライブはまあまあそれ逆にねさっきも言いましたけどチャンス的なのはあるじゃないですか。 でも他のお客さんからしたらちょっとうとしいなっていうのもある方もいるじゃないですかその LINE といいますか死に泣いてて聞きたいところもちょっと聞けないぐらいの時はもちろんスタッフさんがすいませんって一声かけて一旦落ち着かせるんですけどクラシックコンサートの場合って気になるんですかねこれああそうなんですね。 うんま常識どんななのかな、一応難しいよ、や。ライン的なのはありますよね、こうまあちょっとうるさいなって。ね、お笑いライブで人を笑わせるのに泣かしたらな。まあね、ワニ先生の時はしゃあないかもしれないですけど、いいでも匂うわ、くっせえ いやもうそれかもしかも面白すぎて泣くの場合もあ,るあ<ー>笑い泣き<笑><笑>れい,、ね、いやあ拍手笑いとか最高よやああ<ー>もらった時にねもう人間とっても面白いと思った瞬間手叩いてしまうぞ、はい、無意識にや、はいはい、あの笑いをもらった時で大ジ気持ちくね,ね拍手笑いもらってないな最近いや<ー>もらいたいなお金出したらもらえるんかな <laughs> それだったら絶対もらえるでしょ500円あげるからっつってああみんなたやるはずよ 拍手要因とお笑い要因で分けて桜な漫才の時出る時とか拍手もらいたいですもんねえあれよは先月1もう取ったのどこからかな1年ぶりぐらいじゃないかな順天守が1出ましたね取ってでその時にあのリップサービス小刻みインディアンさんね あとリップのみんなこんなしてるわけね。こうやってで俺大トリだよ1位になった時ぐらいはあるだろうと思ったけどハイサイおじさんハイサイおじさん誰も手たたかんわ自分でたたこうかなと思ったよ自分で手たたいてから。 ちゅ <laughs> 中にやろうかなと思ったけどコントだからおかしいさねしリップサービスがサインだったんだよサインよサインワンワン1だったんだよ知りじってないしサインだったのに中術叩いてるからみんな <laughs> おーリップサービスを <laughs> <laughs> いえいやそれはまあねこれ誰が発信でやってるのかっていうのもありますけどね <laughs> まあまあまあこれ <laughs> 知りジョセ選手がこれ本番前にお笑いこのオリジンライブが始まるもう6時くらいに <laughs> うんうん、うん 潤、えー、選手がこ「今日俺1位だけど誰か手叩くんかな?」で俺も俺で、うん、何でかわかんないですけどいやそれいるんじゃないっすいなかったらもう純選手 <laughs> 自分で手叩いたらいいじゃないですか。な 誰もいないはずな走ったら俺 <laughs> マジで人でやるやつだっ,つって <laughs> で自分で手叩いてから明店して明るくなって自分で手叩いてポンと純正術って始まるみたいな <laughs> あでもそれもありかもしれんな一応な <laughs> 欲しい欲しいですもんねあ<ー>欲しいっていうかこれはやっぱりよライブ定期的なライブのネタの安定感が必要じゃないかなっていうあ<ー>要するにもう裏切らないよっていうなるほどね,ねで僕 俺の場合は、うん、まあ良かったり悪かったりばらつきがあるから、はい、そのお客さんは今回どんな感じなのかな、純選手はっていうのがあってあ<ー>でリップとか小刻みさんとかっていうのも安定してるさ、うん、そこにたどり着くのが試練、まあ、じゃない、ワッターの。あ、そこのライ、ね、でもラインが、ね、LINE がどこまでいったらいいのかっていう。あアニゾーさん。え はい、はい、アニゾさんはお客さんなんでのはい。必ず拍手が、はい、拍手するっていうのが決まってるわけよはい、拍手するの決まってるだからするさあ、二組はやるだからジの場合はこういう風にもう下出て,てくれればあいあ、僕が発信するあ、要するに本当違うけどうんうん本当は違うけどあ、これはあのー、拍手してほしいっていうのであれば拍手しますうん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  うん。次次してほしいければ、もう。これ伝染していくからね、あの。うん。桜。あ、じゃあ。ずっと孤独の時もお願いします。ストッいの時、どういうの。曲。なんか。あはちゃんか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 ちゃん。ちゃん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 みたいな。しづらくない。あれしづらい。確かに、あれはしづらい。うん。あ、まあ、純度はでもできそうだけ ハイサイおじさんハイハイサイおじさんハイユーヴィさんはあ、簡単さ簡単だよねうん、簡単、簡単簡単なのにみんなやってくれないしあの、もう、SNS で書いていて SNS でライブ来たで、拍手してくださいなんか、あのリップとか出るときとか、もうかっこいいよな やっぱねあの状態から漫才入るってねああもういいよねお客さんは完璧に受け入れてますただハードル上がりますけどもねどんなネタなんだい今月はみたいなはいまあどんなかなうんうんこれワニ先生の時やってほしいなワニ先生の G1 の出囃子聞いたことないですけどねワニ先生あるんでしょ一応は。 あるあるんですよ実はあの全組用意してるんですよ一応ははいはいあれベンビーさんのナレーションねそうですうんドラよやあれちゃんと伝わってるのかな出囃子あのダサさってわかりますねっとこのいの出囃子のあのアナウンスがええなあのお茶目ででったんあの何だったかなおっちょこちょいのは僕らだけど みんなを笑顔にするのはお茶の子さいさい。すっとこどっこいクソダサいクソダサいになれなす。これ僕とプーキー考えてクソダセーなすってそれでお願いします。逆にお客さんからしたらこれがかっこいいと思ってるんだはずなって素直だからそう思ってるかもしれない。いやいや、思ってない思ってないです。ああ、よかったよかった。それはそれは。俺も最初デビューした時に2か月とかそくらいの時にナレーション取ろうっていう感じになったんで。 俺も今考えてる。俺何これと思う。じゅん選手なんでしたっけ。赤コーナー、フラフジチャンピオン。はい、あっ、せんする。じゅん選手。で、はい、さようじ。あ、これはまあね、なんか。あ、大丈夫。うん、全然気にならない。せんする。せんすると、じゅんせんし選手をかけてる。あ、つまり。そういうことなんですね。そうそうそう。僕らもそうですよ。お、おちょこちょいも、すっとこどっこい。こっちの子さえさえも、全部かけてますから。同じ頃っていうこと。あ、あの、しんとすけのが。 <laughs> あれなんなるかもんでもんで <laughs> あもっともんでいいよも <laughs> んでもぎたての果実をあなたにお届けしんと好き あれもまあまああれもまあまあいじられていいですよねそうだよなそう男だっこいの陰慣れの時あのリハーサルで死にいじられるんですよメンバーからいやクソだせえなっつってなんでこんなやつ G1 にいるわみたいななんでいじるんすかっていうくだりとかあるんですけどよく考えてみたらしんとすけさんもそうですねそれを普通に聞いてるお客さんおかしいよな聞いてもらっはああ

ベンビーさんでいいですね、うん。うん。あべえバンビーええボンビーあうんあ思い出したケンジーああベンビーみたいな。名前を何回も間違えるっていう。あ、うん、あれはいいなと思う。あ<ー>、うん、あれねちょっとワニ先生の気になるな。うん、知ってる人いたら受験、ね、上がったことあるんですかね過去に。いやないって聞いてたよ。ない。アニゾウさんが今までの中受験上がったっていうの見たことありますワニ先生。 実はしてます。G1 やっぱ分かんないですね。上がったことないんだ。上がるでしょう。ね。こなんかね、スペシャルの時に。上がるでしょうで、後ろでちっちゃくアニソン上がるかやめてください。上がるかもしれないですから。はい。すみません。ちょっとながらかと話してしまったんですけど、本日のメールテーマが、えジュン選手にうちな口で歌ってほしい曲。やさやさやさ。 内縄口で歌ってほしい曲ということで、うん、え皆さんリクエストお待ちしてますんで、うん。はい、はいよろしくお願いします。メラドレスお願いします。<music> ええー、オリジンアットマーク F. M. のハドと J. P. M. のクーサル g ーサーに。O. R. I. G. I. N. アットマーク F. M. N. A. H. A. と J. P. M. で。出さることにゲストプラそれでは一旦。C. M. ロイビー。F. <music> m. なは。七十八点。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。 いや叫んでも無駄ださあ悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはいお菓子もラーメンも安いの。まだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたなすぐ行くぞ洗剤も安いないや早く来いよいしをいつも安くビッグワン はいどうもリップサービスですえ、森さん今日も顔が大きいですねいや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前良い品たくさん並べたのかお、今日も滑り知らず当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで今日も報復ゼット間違いなしえ、ゼットってお客さん倒しちゃうんですそうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋とバカ良い品をいつも安くビッグワン てててててててと始まりました <laughs> 木曜日のオリジンアワーの時間 ABC がい昼夜また、えー、準選手口ニュースる ABC がいわせるうんうれあのュ準選手口ニュースはいキーワードななっと言うんやあなるほどですうん、うんえー、じゃあじゃあもう今から始まるということですね、はい、あ、じゃあ改めまして準選手口キーワードニュースのコーナーでーすいやー <laughs> タイミング <laughs>。さあというわけで、えー、このコーナーはジュン選手がですね、ジュン選手口このキーワードをジュン選手口に訳して皆さんにお届けするんですが、はい、それを聞いてる僕ら皆さんで何を言ってるのか当てようというクイズとなっております。本日はキーワードクイズですからね。はいえー、じゃあもう早速。はいはい。はい、じゃいくつかあるんですかこれ。いくつかありますね。あなるほど。わ、うん、かりました。えちょっと今み見た見た。見た ノートいやまだ見てないです。まだ見てないで大丈夫です。なんか、全然、ちょっと見えないんで。こっちから見えないです。見えないでよ。なんでそんな焦るかなえこちらです。ね。じゃあのえー、ウッサー株式会社、検索のデータとやねかい。うん。ウッサー株式会社に、これ、ヤフー会社や。ヤフー会社ああ、ヤフー ああなるほどね、うん、ヤフー h o o 検索データというアナ会ていうのは、まあヤフー会社の検索データを取って、メイトーシー12二月に発表をするヤフー検索対象の中間発表をさびたんではないか。これ、あのヤフーさんがですね、うん、毎年12月に発表しております、はいまあ、流行語対象部門の中間発表。ああ中あの ということで、中間発表、検索、ワードね、こちらをクイズにしたいと思います。まずはこれは例として簡単ですね、これは中間発表でもう流行語対象多分間違いないんじゃないかっていうところまで来てると思うんですけど、マギーサコデイジャッサーっていうのは。マギーサコデイジャッサー、大阪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 、半端ね。

ひょっこりはん、大阪のおばちゃんさんが来たんだけど、そばうが行って、今、大阪のおばちゃんさんが来たんだけど、多分そばうが言う前に、うん、大阪のおばちゃんさんは、ひょっこりはんっ,りって記入もしてるし、うん、頭には入ってるし、うん、その送信とかもいろいろあるから、大阪ののおばちゃんの勝ちやんなんでそんなする、うん、<laughs> なんで絶対俺を後にしたがる かもしれん、本当に。で、大阪のおばちゃんさんもまた来てますけど、じゃあ、デージデジ。デージデジって、デデジジ新しいポケモンの鳴き声。デジモンじゃどっちかっデージデジか、ワンピースのキャラの笑い声。デージデジデジみたいな。いるじゃないですか、そういうの。え、デージデジ。デージデジ。デージって、死に。死にも方言やし。死にって では方言ないよ。方言じゃないよ。取ってもとってもってもとってもっても。ああ、取かい取かいとってもっても。うん。高い。タッツタッツ。え？デイジだから、デイジを訳すととってもってことですよね。まあだいたいそういうこと。そう取ってもとか。本当はデイジって、まあまああの今の言葉でデイジっていうのはとってもとか。 なってるけど本当のうちのあぐちは大事のデイジだよ大事のデイジうん大事大事なんだうん大事大事一大事とか一大事です一大事二大事あーありますねあ、そっか。大事って書いてデイジだよなるほどねうん。だけど今はもう本当にあれじゃないデイジって言ったらだからおじいちゃんとかおばあちゃんとかデイジとか言ったら笑われるさデイジやばいとか言いますからねデイジって縫えがあってちょ待ってデイジ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  大事だし、うん、大事だしもういいやじゃあ皆さんリスナーさんは、はい、もう知ってるようん、でも大阪のおばちゃんさんが正解言ってあ、やっぱりそうだなっていう感じだったみんな多かったはずじゃあ教えるかお願いします正解じゃあそばしょうだけには習わさないで、はい、教えないで,なでツイキャス見てる方がは正解、はい 俺も見るからねツイキャスコメント後から俺もまあまあ見るからねコメントじゃあ正解いきますお願いしますよマジマンジマジマンジデイジデイジああそういうことかそういうことかマジマンジあ本当だ大阪のおばちゃんさん来てますねあジマンジねマッチョーケーろマジっていうのデイジって言わんかだ多分言わないんじゃないですよマジって闇。闇 闇闇じゃないですか。あ、闇闇。闇闇闇まあまあまあ。闇闇っつったらどっかを山してるっていうなんかちょっと病気。痛 <laughs> い痛い,いみたいな感じであります。いたいたいたいああなるほど。あ,でも,あでもまあデじでじで。うん。大阪のおばちゃんさんはマジマンジ来てるからもうん、ま,あまあ正解ですし。マジでよでじでよ。すああなるほどな。

じゅんにじゅんにか。なるほどね。そしたら俺もじゅんだからこんがらやったでしょ。名前じゅんだから。ではメールの方も届いておりましてはい読み上げたいと思います。はいこちら、こんばんは薬すぎいめゆンなでございます。ありがとうございます。毎日毎日暑すぎて薬す杉は葉っぱか枯れ幹が炎上しそうですよと。あ、お畑の方ですかね。いや 違うか。そういうことじゃないか。<ん>息が炎上しそうですよ。<ん>あ、それはもう暑すぎてということか。<ん>えー、今日のテーマは思い出の歌でしたっけ？ に訳しししてほい歌ででたっけそうですねそうでしたもし、えーえー、訳してほしい歌を募集ということなのであれば、はい、以下の歌の中からお好きなのを選んで、えー、訳してほしいです。わかる歌でいきますので「千の風になって私のお墓の前で泣かないでください」うん、これこれイメイユンナさんがやってたの見てよ。 あの訳してるやつ。ああ、リはそうたん。おお、すげえ。ジョージアさである。そして、まあ四合計五曲あるんです。五曲。続いて、それが大事。ああ、先週俺が突き出てた。そうですね。と愛は勝つ。心配ないからね、君の思いがですそして団子さ兄弟、口に刺さって団子団子。 そして、せいみん。みちたこやに。みちたこやに。ああ、もうできてんだ。みちたこや。あ、いゆん。せいゆそれは君が見た光。僕が見た希望。せいそれは、愛。ふれあいのこと。と、あんあの、4番目の歌、ビラ。だんご。あらんよ。四番目、あらんたん。道みよ。 あ待ってよあのー、じゃあ今触らないホワイトボードに書くからそば章ちょっと歌ってもらっていいあわかりました。の愛は勝つ,愛は勝つ心配ないからね、うん、君の思いが誰かに君君ののない声君の思い思がですね誰かに届く。 うん,うん。明日はきっとあるうん、うん。どんなにこんなんで <laughs> くじけそうでもい、うん、えこ,れこれ長いね <laughs> あ。もうちょいで終わりますよ。うんうん、信じるでペンが。ペンがまたあれさや,や。どんなにこんなんでってこと。 どんなにこんなんでくじけそうでも信じることを決してやめないでの部分ですねがリクエスト来てます。今、だからペンが進んでるんだけど、全然これ歌ってたら早くてかペンが止まるや今今、どんなにこんなんでくじけそうでも。 えー、<coughs> あ誰かに届く信じることを決してやめないでです<ん>最後はもう一回いきます最初からんうんうんあうんパリ食ってるない、うん、<laughs> けますあ最後に愛は勝つじゃないいやもうここまでなんですよ信じることを決してやめないでまでなんですよリクエスト来てるああ信じることを決してやめないでですねああ はいはいはいじゃあもうもうできてるけど、はい、あとあの何ゴロが、はいえー「明日はきっとあるどんなにこんなんで」でく「くじけそうでも」です「うんうん、信じる、うん、心配ないからね君の想いが」 誰かに届く。はい、もう終わったよ。あ、ごめんなさい。終わったよ。いや、それでたから。ちょっとよ。この。これいける。こんな早くいけるんですね。うん、だから、リズムが、俺が歌詞分かってたら、さらにもっといけた。お、じゃ、行けます。歌います。お願いします。では、純選手口バージョンで相分かつです。どうぞ。はい。 しわさんけやむ、うむいが、たがらんかい、とどっちゅん。あちゃあやりっぱん、ちゃあさにりっこはて、にりとおたしが、信じるぐと、かんなじ、やみらんけ、やみらんけ。<laughs> <laughs> すげえ。すげえ。 早いななんか普通に聞けた、マジで。あ<早>は勝つだったもう、うん。ちょっと上がってないな、俺。<laughs> 闇ランケけリにちっちゃんや。あ、まあ、でも、いい,んじゃないですね。ちょっとゴロがあるやつでしたよ。 いやすごいすごい、うん、大阪のおばちゃんさんからまあ拍手いただいてます<笑>お笑いから大好きあればうまいねえ潤選手もっとよありがとうございますか一部ささやナてィっあの触らないよはい書くのは触らないでもこの時間があやつさやそば翔がなんか笑い,笑いでつ,けつなげとかんとな <laughs> すごいハードル上げてくれやし <laughs> <laughs> はい、えー、イメイさんありがとうございましたあ,ありがたいねありがとうございますあの しんのかーじーにんち、あのツイッターさんに、課長たかしがよ。はい。<laughs> 立白は、上品 <laughs>、うん。ああ、なるほど。うん、では、もう一通、メール来てますんで。はい、えー。こちら、大阪のおばちゃんさんですね。ありがとうございます。本日は、じゅん選手のリクエストアワー、楽しみにしています。えー、突然ですが、日本で流行った、英語以外の曲ってありますよね。 うんうん、そういう曲を純選手口にしたら面白いんじゃないかなと先週メールテーマ聞きながら思ってました。ははというのも、えー、最近娘が幼稚園で踊っているジンギスカンにすごくはまっているのです。ジジ、えー、ジンジンンンギスカこれを<ひ>、えー ひーじゃーなのあ、そういうことなんだジンギスカンひーじゃな死を見つけたので、挑戦してみてください娘に覚えてもらおうと思いますあーはい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 こちらの歌詞の部分がジン、ジン、ジンギスカンはい。ジン。これでもリズムどうなんだはいへい、へい、へいへいよ、ほうへいよあ、ちゃだい、たた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 た 文字が一旦聞いてもらっていいですかジンジンジンギスカン。ヘイヘイヨ。ホーヘイヨ。ヘイヘイヨ。どんどん進め。ジンジンジンギスカン。なん歌詞が。ヘイヘイホーホーみたいな感じだよ。ヘイヘイヨー。ホーヘイヨー。ヘイヘイヨー。どんどん進め。ジンジンジンギスカンだと思うんですよ。リズムが。どんどん進めも歌詞あるんですよ。 もうできたよジンギスカン平平ヨー法平ヨー平平ヨこんな歌詞なんだうん多分そういう歌詞っていうことでしょ俺はもうだからあの英語かなみたいな感じで聞いてるからその、な感じタン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 これどもねこの後の歌詞もあるんですよえでたて兄弟のめ兄弟戦たえ兄弟何度もうーんおかもってこいうんほほほほお俺たちはモンゴル人 「んなにあ,るけあいつは一気に飲み干すのさ」うん、が多分日本語に訳した歌詞。だか本当のジンギスカンは、うん、その外国英語で歌ってるとは思うんですけど。うんうん、日本語に訳すと、うん

ということで、メールいただいてまして、大阪のおばちゃんさんから、追伸、大笑いバイアスロン、敗者復活戦、毎日告知頑張って、ありがとうございます。私も毎日投票します。ありがたいですね。ン選手9割、蕎麦賞2割ぐらいで。そのプラス1もらってるからいいさ、9と1。ありがたいですけどね。じゃあちょっとこれ、いったん CM 挟んでから、もうできたその後に発表します。こんなのさらない、さっきからできた、言ってるさ。そさ、蕎麦賞、その間に、ン選手遅いねってなってるから。 俺は早く言いたいんだよじゃあじゃあ,じゃあ言いましょうかじゃあ<う>はいはいじゃあ潤選手口バージョンですどうぞ「ジンジンジンムチクワ」じん「アネササヒアルガアティアティスイスイジンジンジンムチクワ」「ム <laughs> チェネランドム <laughs> チェネランド」「ハハハハ無調査にょうサニフフフフジンやムチェネランド」やさ歌詞違うやし全然。<laughs> 歌詞変えてきてるやし自分で「<laughs> 陣屋持っちえねえランド」ってお金持ってないよカツアゲされてるやつの歌やしこれ <laughs> そうそうそう。 そうそうそうちゃくて全然オリジナリティ半端ないなゴリゴリの純選手の曲にしていいし歌詞ょうが一生懸命言ってるけど頭に入ってこないのにハ歌詞全然違かった人人お金ねな純選手口にするとこうなるからそれは別に問題はないですからはいえありがとうございます大阪のおばちゃんさんはいえというわけで一旦たん CM 挟みたいと思いますはいえ メール、ツイキャス、コメントまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いしますそれではいったん CM にいきましょうね「FM 中」「78.0メガヘルツ」「あなたの夢を叶えるラジオ」「JOZZ0AQFM」 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。 木曜日ですね木曜日たら、オリジンアワー、選手の時間でございますね。はいありがとうございます。潤、そばしょもいますからね。そっかそっか。ウチさんからもあったんですけど、ツイキャス著作権のあるもありますんで、ちょっとリズムでね雰囲気で言いましょうかね。ウチさん、ありがとうございます。そそそかかうだよリスナーさんに教えられると。そういえば忘れてたな。 忘れてたな、あてあらよ、認めてしまったらダメさ。これはオリジナルだよ。これは、うん、そう、オリジナルだよ。リズムで言わんといけんからな。え、モリッツメール来ておりまして。え、翔くんに淳選手、こんばんは、お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。ありがとうございます。テーマ、淳選手への替え歌。え、ミスター・近所の CM の歌をうちなうちに替え歌にしてほしい。ミスター・近所つョ、では、翔くんに淳選手、おりやは放送頑張ってね。ありがとうございます。どなただっけ ええ、あれじゃないですか、ミスター金城さん。ミスター金城、わかるか。あの、あれでしょう、う鼻づまりの。ああ、そうですなんでしょう。目立ち、鼻血まっとるや、ふじ。うん、リズムどんなでしたっけ。目なっ目立ち、うん、鼻血、あの。いつも。あの、う鼻糸聞こえる。

もう即興でもできるんだそしてもう一つ来てましてそば昇さん潤選手こんばんは山梨県リスナーひかるですありがとうございますありがとうございますきのもツイキャスで見てますひかるはピチャピチャって名前はピチャピチャ方言で言うとね実は潤選手に今日はご報告がありまして実は去年潤選手と鈴川サーキットで今時内な口ギャル語」という本を出されてましたがこの本を昨日沖縄自 出版社のットショッピングで見つけました昨日注文しましたとあそうなんですかあさって家に届くのですがちょっとこの本について教えていただければいいですよゆたしく「逃げさびら」じゃまたメールしますとはははいいい中身かなこの本について少し教えきれることは僕とヒープーさんと鈴崎の4名がイラストに書かれてるんですけどそれ下里が書いてあるんですんでよやおかしいだろ ピロンピロン下里が絵を担当して描いてるんですけど本当に本当なんトごめんなさい本当本当合ってるんだけどんじあの純選手とか特徴的に歯見せてなんかわかるかわいい感じで描いてくれてるははいいで鈴崎もねあのどっちかっつったらサーキーは絵の方がかわいいなっていう感じはあるわけヒープーさん死にやなかに描いてあるから ピップーさんも言ってたよ、なんでやわらかに入れ替えたのよへへるうん、で、中身はまあ、あの、本当に今風、今時のうちなぐちみたいな感じなのでなんか、楽しいよあの、ギャル語っていうか、まあ沖縄のギャル語みたいな沖縄のギャル語うん、そのた例えばこのマジマンジっていうのをえー、なんて言ったさっき まあなんか違う沖縄では言葉使ってるっていう沖縄の若い人なんかはそういうのが俺がもう分からん言葉とかだわけ通咲が使ってるのはは何この言葉ってあのフロリダとかねだからそれ今入るから一旦離脱するを略してフロリダっていうらしいですあこんなの分からんさだから終わったはもう普通に「やっけーとか言ったけど「やっけーも今時きうちな口 思うつったんだけどやっけえっても今の子たちはまた使わないさ使わないですねあんまさえとかなだからわたの時代ともまた違うわけよこの時代の流れの言葉の変化っていうのが面白い確かにねから字とかも分かんないっすもんね多分ね今のこというかこうから字っつってもかんな字も分からんはずかんな字も分からんかなうん分からんはずわたやみとか僕ら同級生でもわたやみ知らない人がええわたやみわからさっきとかも知らないんすよ はあやみもわからないんですよさっきはあはやみって言ったら女の人の名前さはあやみはあいいでしょあとあのワタヤミこれはもうこっち僕の家ですかって意味さワタヤミワタヤミワタヤミってことお腹痛いのワタヤミワタわたお腹かですかとかねまあいろいろねその本がありますんではい ぜひご覧になってください。はい、お願いします、はい。じゃあ来週メールテーマは、来週テーマはあのレトロレトロ、レトロ,レトロ、えー、うんええー、お家にまあ昔のものだとか、まあ、宝物宝物があって、はい、まずこれあの僕最近やってるんだけどこのメルカリとかやってるから、はい、そのめ自分のええー、お宝というか昔のレトロがあるありそうだな価値がありそうだなっていうのを、はい、まず すぐもメルカリでで調べきれるんですよ<う>メルカリも簡単に登録できるから<ー>そして、えー、この金額が大体いい相場、はい、ソールドって書かれてたらもう売れてる<ー>このぐらいの、えー、価値があるよーっていう感じで知れるからる逆にこれいくらぐらいでってわか,か,からん人なんかいるさいくらのものがありましたよとかね。なんかその要は宝物 ってで、うん、そうそうでう、まあま例として俺北た中のあったに実家に行ってむ、はい、あのちょっと浅くったわけ、はい、そしたらあのコ,ロコロスケの目覚まし時計があったわけ、はい、それあってで俺そのままこれ何かなって持って帰ってメルカリで調べたら8000円とか9000円で売られてるて、えー、でちゃんと動くしお,おラッキーみたいなだからこういうラッキーパターンもあるあなるほど じゃあ皆さんのご自宅まあ皆さんがお持ちのちょっとした宝物なんか思い出がある宝物こういうのがありますっていうのもお待ちしてますんではいはいぜひよろしくお願いしますはいはいであと明日ですけどもねじゅんとすけライブがありますはいえギノアン市普天麻バモンタナさんですねお十九時半開場して十二十時に開演 なので,で、でチャージが1000円っていうことになってます。<ー>でワンドリンク、はいえー、注文していただければと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますね。ますでまた打ち上げも楽しいですよ。そのまま打ち上げあるんですよね。そうそうそう。はい、えー。ぜひ皆さん。 遊びに来てくださいよろしくお願いします,、はい、しますさあというわけで来週も本日もメールツイキャスコメントありがとうございました来週もお待ちしてますのでよろしくお願いします、はい、本日のお相手はすっとことっこいそばショートタイルのかけらでした <laughs> ありがとうございましたまた次回お会いしましょういっぺんにふえでビルボディビル